今日はまあこういう儀式の魔術を学ぶと。で、来月8月13日、ごめんなさいね、お盆の初日使っちゃって、今の日本とあなたの人生に必要不可欠なものを学ぶと。それでね、今日はこっちの方です。儀式の魔術。魔術ってでも何だと聞いたことないでしょ。間の術と書いて魔術と読ませます。あんまりね、日本語では聞いたことないと思います。普通のね、一般の方の日本語の中にはないはずです。これで魔術。今術がついてるからにはね、なんか古いんだろうと想像つきますけどね。実は陰陽師の技術です。陰陽師の技術。あんまり具体的にね、安倍の生命とかの映画とか小説、夢枕博さんのああいうものではね、具体的な表現はなくて、なんか超能力的な霊能力的なこととして表現されることが多いんですがね、実は非常に細かい術がこう系統的に合わさったものをずっと代々陰陽師という方々は引き継いできて、まあ、たまたま僕の家系が阿公の陰陽師だったもんで、まあ、おばあちゃんに子供のガキの頃からそんなことばっかり寝る間際に教えるんですよ。寝る間際に出ないとダメなんです。普通の日常的な生活をしてる時の頭って、まあ、俗世間でいういわゆる左脳モードで動いてるんですね。だからまあ交感神経優位、いわゆる左脳モードと言われるんですね。それじゃあね、実は使い物にならないんですよ。ね、受験勉強と同じで、必死でいくら覚えたってすぐ忘れるんですよ。でいざという時に出てこない。必死で覚えたはずなのに、肝心のね、受験の試験答案が来て、あーって言ってもうダメになる。あれが普通のやり方。交感神経優位の時にいわゆる左脳で学ぶ、記憶すると。でそのぐらいのことはもう陰陽師の家系でずっと分かってたので、逆にね、副交感神経優位、ね、まあ俗に言う右脳モードの時に学ぶものは、まあ、一度聞いたものは絶対忘れないんです。で必ず必要な時に出てくる、そういう教え方があるんですけど、その副交感神経優位の時ってのはね、つまり右脳モードの時って大体ね、寝る時なんですよ。こう睡眠で徐々に眠くなってトローンとなっていくね、脳波でいうと、アルファ波とかね、そんな感じの、もうなんか超なんかまだ半分まだ起きてるけど半分寝てるような、ああいう時、ああいう時に隣で誰かが言ってくれると、それは全部頭に入ります。昔言ってたでしょ、そういう記憶装置とか、そういうね、寝ながらね、テープレコーダーみたいな、あるいは CD かなんか回して、ね、眠りながらそれずっとかけてると覚えられますよという、まあそれの理屈です。でそうやっておばあちゃんから教わったんですけど、そんなものもう全く役にも立たないと思ってて、もうほとんど僕がその細かい、まあ一応一子相伝という括りがあるんですけど、考えてみたらもうなんていうのかな、そんな時代じゃないんですよ。この陰陽師の家系に代々伝わってるそういういろんな術をね、一子相伝で隠して密かに伝えていくっていう、そんな時代じゃもうなくなって、もこのままもうそんなもの消えていいやんと思ってたんですよ。だから僕はもうその具体的にはどこにも発表もせず、誰にも言わず、まあ陰陽師の家系ってことはちらちら言ってますけど、技術体系はたまにしかね、たまにもうさ当たり障りのないホラーを吹くとかね、ああいうことしか本では紹介してません。でもね、ホラーを吹くってはもう
私いろんなところでいろんな読者の方とかに声かけられて、でそのたんびに一番何言ってくださるかっていうのが多いのが、ホラが一番効くっていう、ホラを吹いたらもう本当に見事に何でも願いが叶いましたって、本当にもうその場で実演してくれる人までいて、あそうなんですか、僕はそんなに願望もクソもないのでホラ吹いてませんけど、本当に効くようですね。でその程度にしてたんですけど、もうこれでそのまま消えていくのもいいけど、これでそのままダラダラと世に出てしまうのもいいなと、だからどうしようかと今悩んでるとこなんです、この陰陽師の技術を切り売りじゃないけど売るわけじゃない、もうみんなにどん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 本かなんかで知らしめていくということを しておく方が日本の伝統文化の一つとして、まあ、残っていくんじゃないかなと。それやっとかないとね、変な超能力とか霊能力の変なものをそうだとか言われてもね、陰陽師ってのは当時平安時代の科学者なんですよ実は、当時の科学の粋を集めて技術体系を作ってるんです。だから映画とか小説で表現されてるようにね、こんなにゃんにゃんにゃんってやって、そんなことは時たまはしますけど、皆さんの前で天皇の横で実際に使うのは科学技術なんです。だからね、少しもう発表しといた方がいいかなとも思って、でちょっとその手応えを一度やってみてね、やってみたけどみんな全然つまんねえなと思う雰囲気だったら、もうこれは消滅させた方がいいし、いやこれは面白そうだと皆さんが食いついてくれれば、まあまあ考えるし、あれ世の中にね、いや1億円出すからぜひ僕にだけ私にだけ教えてくださいという人がまあ出てきたら考えないこともないいやいや冗談ですよ。でじゃあそこでね、まず僕が真っ先に試しにちょいと出してみようと思った技術がこの魔術なんです。魔術で実はね、この魔術の魔っていうね、魔間、これがね非常に深い感じなんですよ。意味が深い感じ。魔、今の現代に使われる日本語にもかなりありますよね。魔、僕岡山、まあ、関西の一部ですけど、まあ、関西の人はそう言ってくれない、岡山中国地方だとかね、まあ、東京から見たら関西ですよ。で岡山の人間はね、よく漫画悪いやっちゃなーって言うんですよ。漫画悪いなー、漫画悪い、つまり間が悪いっていう、間が悪いよりも運を入れた方が優しくなるので、漫画悪いな、お前間が悪いなって言ったら喧嘩になります。漫画悪いなーって笑って済ませるんです。で間が悪い、間が悪いですね、間が悪い。それから僕ら大学生になって、まあ、先にしたのがお酒飲むのとタバコ吸うのね。でも、まあ、お酒はともかく、なぜタバコ吸ってたのかなと。あれね、間を持たすためなんですね。男性でタバコ吸ってる方、女性でタバコ吸ってる方、イライラするからニコチンで落ち着く、そんなことよりも最初に初めてタバコ吸ってた時に、まあ興味本位もありますが、例えば僕の場合ね、女の子と喫茶店行っててコーヒー飲んで話に詰まる、間が持てなくなった時にね、こう出してくれて間を隠せるんですつまり小道具ですよ。別にタバコでなくてもよかったんですよ、ね、なんかね、ヤクルトでも口って入ってくるの間が持てるためなら何でもいいんだけど、その中で一番大人っぽくかっこよく見えたのがタバコ。未だにね、何にも見なくても
あの見事なあれでライターでタバコに火つけられますよ。もううん十年吸ってないのに。だから間、ね、間を持たせる、ね、間が悪い、間が悪い、だから持ったんですよ。間がつくのはね、例えば 武術、武道、ね、の世界では間合いと言うんですよ。間合い、あの漢字で書くとね、間合い、ね、間合いが悪い、間合いがいい、ね、間合いが近い、間合いが遠い、間が合うって言うね。それからあと日本語ばっかりじゃないんですよ、実は。魔術って日本語で皆さんが知ってる魔術は他の漢字当てはめる別の意味のがありますよね。ね、あのテレビでよく暮れから正月にかけてね、マジシャンが出てきて、はい、うーってやりますよとかね。ここにもあのね、バーディーさん、あの去年来てくれましたけども、バーディーさんはね、あの去年僕が東京に頻繁に寄って、ここで美人の校長先生に、ね、講座までここで開かせていただいて、それから年始、今年の1月2日の NHK 総合テレビの午後7時20分からの、ね、生放送でトリを取って、でそれで超さらに有名になっちゃってね、なんと日本マジシャン協会の会長にまでなっちゃって、だから去年一番活躍したマジシャンってのをその協会からいただいて、で日本マジシャン協会の会長がね、俺は超能力でマスプ曲げてんだって言えなくなっちゃって、もう僕がお前超能力ってさっさと言えよって、いや僕日本マジシャン協会の会長ですからねで口を濁すんですよ。でもね、あのこの前あの神戸の六甲の彼の店で飲んでたらね、もうあんまりね先生がねあっちこっちでね超能力超能力で言っちゃうから、この前なんか挑戦に来ましたよ、ストレイとかね、なんかねメンタリストとかいう有名な人がやってきて、バーディーさんあんたのはね、ね超能力なんかじゃないやんかとか言ってくるんですって。でバーディーさんもね、そういう時はカチンと来てな、俺のはマジックじゃねえよとかちゃんと言って、いや僕に対してはいつもマジックでマジックだって言ってんのに、そういう時はカチンと来て、そしたら相手のメンタリストも、何言ってんだお前なら絶対にあのメンタリストの俺ができることしかやってねえだろうとか言ったから、で僕が何本も置いてある絶対に曲がらないスプーン、あの IKEA とかで売ってるステンレス、あのスウェーデン鋼の硬いやつ、ぶっとい、それを僕何本も置いてあるんですよ。それを引っ張り出して思い出して、そのメンタリストに、じゃあこれ曲げてごらん、メンタリストのやり方でって言ったら、メンタリストはそのメンタリストっていうのは自分の思考の限界リミットを超えて腕力使うことができるトレーニングしてるので、まあ、こうやって曲げるんですけど、びくともしなかった。ほら曲がんないじゃんか、貸してごらんって言って、バーディーさんそれ取って手のひらの上にこうやってふるるってやったら、みるみる曲がっていって、ほらこれが超能力だよって、黙って帰ってった。お金払ったかどうか知るみたいな。ちなみにバーディーさんのところは昼は、つまり夕方5時までは飲み物代だけで見せてくれます。だからコーヒー800円か700円払えば見せてくれます。夜は一応テーブルチャージがもう700円つくので、夜ビール1杯600円で、テーブルチャージ700円で両方で1500円払ったら超能力見せてくれます。で魔術、英語でマジック、マジック、フランス語ではマジ、あとドイツ語は落としましたので大学で単位知りませんが、ここ不思議だと思いません？英語のマジックになんで魔が出るの？魔マ、マ、フランス語もマ、できすぎでしょ。
実はこの講座で言いましたよね、名前っていうのが一番大事なんだと、ね、まず名前ありき、ね、神様に対して、ユダヤ教を創始した、ね、モーゼがあなたは何者だって聞いた時に I'm、ね、パタヤン、ありてあるものだと答えたと。名前が必要なんですよ。名前、ね、英語で名前はネイム、ドイツ語ではナーメン、フランス語でもナム、もうほとんどこれなんです。つまり本質的なものってのはね、洋の東西問わず主要な言語では同じ発音に近いんですね。いい加減な言語、ドラビダ語とかね、なんかポナペの方で発音聞かれるもうわずかな言葉、そこは知りませんが、主要言語の、ね、中ではね、本質的な概念はみんな同じなんです、発音は。どうもそこがね、やっぱり人間というもののね、発生、文明の出発点がどこだということを探っていくときに一番いいきっかけになるんですね。僕はいまだにそれは日本語だと思ってます。世界中の言語の中で日本語ぐらい複雑で難しくかつ多様なものはないんですよ。ですからね、もし宇宙人が今年、遅くとも来年春までには宇宙人と地球人の接触があるらしいんですけど、これはもう NASA がね、そういうことでもうニュースにも出てましたよね。もう今徐々に NASA が、アメリカ航空宇宙局がこれまで実際に彼らが宇宙人とどういうコンタクトを取った経緯があったかというのを少しずつ発表し始めているんですね。一度にそれが来ちゃうとみんなパニック、世界中がパニックになるので小出しにしてるんだそうです。ちょっとずつで、もう日本の JAXA にもそれが通達できて、テレビニュースにも出ました。でその時宇宙人とのコミュニケーションどの言葉が使われるか、いや世界共通語に近いことになってる英語、英語がなぜ世界共通語と言われてるのかというと一番簡単で単純だからです。どこのどんなアンポンタンでも使えるのが英語。ただし英語はね、ものすごく簡単だけれども実は分かりにくいんです。逆に例えば英語の take とか get、この意味、テイクとかゲットの意味ってむちゃくちゃ多いんですよ。それぞれ500種類以上の意味があるんですよ。I take it、 僕らが知ってるそれ持っていくようが I take it ですね。 I get it、 俺それもらうよ、 get it。 I get him、 彼を殺すって意味です、 ゲット。I take her、 彼女を俺のものにすると腕ずくで、もうさまざまな意味があるんですよ、この take get は。これだけで生活できるんですよ、アメリカとかイギリス行ってて。それぐらいよくわかんないんですよ、その状況に合わせて想像力をたくましくしないと使えない言語が英語です。そんなんじゃね、初めて来た宇宙人と意思疎通がうまくいかなくて喧嘩になってやられちゃったら困るので、日本語だそうです。日本語が一番間違いがない、一番間違いがない。今世界の外交官が話す言葉はフランス語と言われてます。実際にそうです、外交言語です。フランス語は結構昔のラテン語に近いので難しいんです、アルファベット使う言葉としては。だから間違いが少ない。でも日本語はもっと少ない、もう本当に微妙なことがニュアンスが
魔術、英語でマジック、なぜ魔がついているか、もうこれなんです。